本日気象庁は7月23日から8月22日までの1ヶ月予報を発表しました。来週以降は太平洋高気圧が勢力を次第に強めていきます。ただ7月中はオホーツク海高気圧が残るところもあり、日本付近には湿った空気が流れ込みやすく、雨の降るところがある見込みです。本格的な夏空が続くようになるのは8月にずれ込むとみられます。1ヶ月を通してみると、暖かい空気に覆われやすい平均気温は全国の広い範囲が平年よりも高い予想です。8月中旬頃からは空の高いところを覆うチベット高気圧が勢力を強める見込みで、より暑さが厳しくなる可能性があります。続いてこの先1ヶ月の降水量の予想です。7月中は湿った空気の影響を受けやすく、西日本や東日本では雨の強まるところがあるとみられます。広範囲で長時間続くタイプの雨ではないため、1ヶ月を平均した降水量としては全国的に平年並みの見込みです。局地的には降水量が多くなってもおかしくありませんので、油断ができません。また太平洋高気圧が日本付近に勢力を移すことで、フィリピンの東海上では対流活動が活発になる可能性があります。6月7月に比べると熱帯低気圧や台風が発生しやすくなり、高気圧の勢力が弱まるタイミングと台風の北上が重なると日本に近づきやすくなります。その場合は降水量が予想と大きく変わってきますので、できるだけ最新の情報を確認するようにしてください。今回ご紹介した記事はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。